高等街角アーティスト、今週のミッション。今回登場するのは前回に引き続き小林智弘さんです。小林さんは平成17年にジャグリングの全国大会で優勝、全国各地で世界でもトップレベルのジャグリングのパフォーマンス活動を行っています。今回はまずデビルスティックを披露していただきます。パフォーマンス披露、それではお願いします。下から始まるんですね。おお、すごい。うわー、縦に。へえ。あ、回り方がまた変わった。おお。おお、すごい。そしてもう一歩出るんですね。今度は二本。おお、すごい、はあ、すごいダイナミックなパフォーマンスでしたね。あの前回のリングパフォーマンスやハットのジャグリングとはまた違った魅力がありましたね。今週のミッション。それでは小林さん、私が挑戦する今週のミッションをお願いします。はい、それでは今週のミッションはこのデビルスティックをこうやって叩いて浮かび上がらせて、上がらせてキャッチ、キャッチ、キャッチ、はい、そこまでですね。はい、キャッチまで行きましょう。難しそう、頑張ります。練習。それでは練習スタートしていきたいと思います。まずはこれを下に置くんですか？はい、そうですね、最初この状態にしましょう。片方を地面につけて手を使わずに棒の上でバランスを取る。親指にどんどん転がってきちゃうんですよね、親指の方に。そう、これを転がらないようにこの棒を水平に保ってバランスを取るところからスタートです。最初の転がらないようにバランスを取るところから難しい感じです。はい、逆側でもバランスを取る。転がってきちゃう。はい、これを繰り返しましょう。でこれをちょっとずつ早くして上に力をかけていくとこんな風に浮かび上がるはずです。はい、やってみます。ということで持ち上がるはずなんですが、倒れちゃった。ちょっと持ち上がりましたね。浮かび上がりましたね。あ、回っちゃった。難しい。一回一回この動きを吸収して止めてあげる。真ん中の棒の動きを止めてあげる。そしてその横に叩くんじゃなくて上に力をかけて持ち上げてあげる。斜め上に押す感じですね。はい、斜め上に押していく。ポイントは一回一回動きを吸収して止める。そして斜め上に押していく感じ。でもその感じがなかなかつかみづらいんです。持ち上がると逆にいっちゃうんですよね。そうですね、こう叩く位置が、まあ、大体この全体の上から3分の1ぐらいなんですけれども、はい、その真ん中下の方を持っちゃうとこのこっちに回っちゃ回転しちゃったりとか、あとは上を叩きすぎるとそのうまく弾き返せなかったりするんで、その正しい場所を毎回同じ場所を触るっていうのをちょっと挑戦してみたらいいかなと思います。はい、毎回同じところを叩くというのも大事なポイントとのことですが、さあどうでしょうか。ちょっと持ち上がった回数が増えましたかね。ミッション披露。今までで一番長く練習時間を取らせていただいたんですが、いやそれでも難しかったです。では本番いきたいと思います。もう一回だけ。
だけです。一発勝負のコンセプトではありますが、今回はもう一度成功。もう一回、もう一回だけですか。もう一回いきましょう。はい、いきます。ちょっとこれ、どうしますか。あまりにもう一回だけよろしいですか。はあ、なんとか気を取り直して最後のチャレンジです。お、はい、はい、得点発表。さあ、今回はデビルスティック挑戦しましたが、私のパフォーマンスいかがでしたか。はい、そうですね、頑張っていただきました。この最初の技、簡単にそうに見えて本当はすごく難しいんですけれども、すごく練習していただいて素晴らしいパフォーマンスだったなと思っております。この練習量を褒めていただいたみたいな感じですけれども、いや本当に難しかったです。じゃあ今回の、パフォーマンス100点満点だと何点でしょうか。そうですね、じゃあ70点だけど、気持ち的には1万点ということで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。点数としては70点ということで、気持ち的にはもう文句なしです。ありがとうございます。今回登場していただいたのは小林智弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今週のミッションデビルスティックジャグリングは70点いただきました。